そうだよ。それでスッと書くように、うん、そうですよね、たと、うん、え少しでも書ければ、うんうん、それで集中してさ、その、うん、声を聞くってことがね、うん、ね、訓練だからさ、聞いて書くのがね、うん、すごいことだよ、うん、そうですよ。やっぱり何でもそれが習慣化していけばさ、ね、うん、その集中してね、うん、聞こえれば。だからたまには泊まりって全然喋んないからさって言ってさ、うん、話喋りに来たとか言ってね。うん、そうだ、うん、でもそうですよ、うん、一人でいたらさ、うん、ね、喋らないときは誰も会わないから喋らないもん、うん、ね、でもほらお友達のとこにさ、たまにはどこどこ行って、はい、おしゃべりして昼寝してくるんだけど、はい、うん、なかなかね、一人で生活すると、うん、そうね、うん、話が してるようで、会話してるようで会話してないから、うん、それでその子が寝て、もう私より遠若いんだよ、だけど寝、ね、はい、ボケが始まる。え、そうなの。そうじゃ、お財布はすぐどっか行っちゃうしさ、なんかなくしちゃうしさ、うん、で、温泉の中行ってさ、いやこれ私お金足んないから貸してって借りて、全然忘れるしさ、私が覚えてんだから大丈夫だよっつってさ。